2球待つの、今から2球待つの、お前プロか、お前今から2球待つの、こっからなんだその神のようなマジ行くぞすげえお前心眼のババじゃねえかよお前心眼のババかお前すげえ2球待ったぞなんだこいつ当たり前のように2球待ってうんすげえ今回のキャプテンたち恐ろしいとんでもねえこと起きてる今うちのチームにあババは D か C 誰だっけ久保田かあれ C って誰あ高橋だ多分高橋システムとんでもねえな究極の思考ここで使うらしいさっき使っていいじゃねえか別になんだ高橋こんな落ち着いてんだその後ミート積極にしてヒットエンドラン全てが見えているのか高橋には高橋には全てが見えているおい高橋やばい頼りになりすぎる当たり前でしょつさあ立ち見でなんかとんでもねえキャプテンたちを俺は選んでしまったのかもしれない審美眼が優れてるなどうするひよるな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 2球待ちだお前相変わらずだな甲子園をかけたここでお前はあ安心したよお前は冷静だったわお前は冷静だったわよし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 まさかここで出せるとはな安心したぞ安心したその後ミート積極全然ミスを気にしてない全然ミスを気にしてないメンタルお化けかお前メンタルお化けだこいつ足よっそお前その2球待ちって何なの一体うーんちょっと待ってどうする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 セーフティーリードじゃないよビビるなビビるなビビるなツースト強振接客お任せ OK ツーストまで強振接客お任せワンストライクその後のこと教えてね考えといてねお前まさかなんでそこで2球待てんのお前なんでお前ここで2球待てんのお前だけだぞこれできてんのお前だけだぞ高橋システムミート積極エンドラン心眼心眼の持ち主だなお前